お疲れ様です。今日はですね、マーケサークコボの画面やっていきます。ということでですね、前回でメガナイト、はい、手に入れて、まあ、ちょっと他のウルトラも欲しいよねと言ったところなんですけども、なんと、こちら、神セールが来ちまいました。アリーナ11、到達したので、アリーナ11で手に入るウルトラが、はい、全部手に入りますよと。こんなもん即買いっすね。はい。これによって、幅が、超広がります。何を使う、何でも使います。はい、スパーキー以外何でもね、強いかなと思います。てな感じで、さあ宝箱も開けてかな。マジでどうしよう、ウルトラ全部手に入ったんで広がりすぎてこれまた悩むんですけど、まあ、一旦ちょっとね、メガナイトはねレベル10になるんで、せっかくならというか、まあ、使った方がいいかなっていう気がしてます。はい。トリマ強そうなデッキを試しながらやっていこうかなと思うんですけども、一応3800いくと、フェニックスとかこの辺もゲットできるんで、まあ、今すぐレベルはね、上げる必要ないかなという感じかな。まあ、インドラ使うか、フェニックス使うか、まあ、メガナイトも使いたいんですけど、ちょっと今回、一つ残念なお知らせがあって、ウルトラの指南書が手に入らないんですよ。ウルトラレアを上げられる指南書が。そう、なので、やめてくれよ。そのウルトラを2枚デッキに入れたいんですけど、レベルがね、そしたら全然上がんない可能性がある。どうだろう。12、13とかいけるかどうかぐらいになりそうな気がするんで、1枚が理想っちゃ理想なんですよね。わかんない。集まり具合がどんぐらいなのかわかんないんですけど、とりあえずウルトラレアの指南書が今回0です。はい。よいしょ。いや、強い。インドラこれが強い。その代わりに、まあ、何でもあげられる指南書が2本、そうあるんで、まあ、1個はゴブリンバレルに使いたいなってちょっと思ってるんだけど、まあ、それをウルトラに回せばみたいなところも、あったりしなかったりって感じで、ちょっと指南書が欠けてます。ウルトラレアの指南書がセールでたまたま降ってくると、まだそれも話が変わるんですけど、さあ相手はディガー削りですね。だからまあメガナイト、インド、ディガー今やってま、うん、ディガー入れてるっけ、これメガナイト、インドでやってますけども、ディガーを入れてないか。スケでしたね。はい。わかんない。両方入れれるとね、理想なんですけどね。よいしょ。バランスよく上げたい。まあでも今回もメガナイトにね、だいぶなりそうな気はしてる。で、メガナイトと相性がいいのはやっぱインドラとかフェニックス。で、格上に対して、インドラ強いんですよね、本当に。あれ、メガナイトの後ろに添えるだけでも強いし、インドね、アーチャー添えちゃったけど、いやー苦しそう。いや、メガネ強メガナイト、インド組んどけばなんとかなる。まあ、フェニックスでも強いんだけどね、対格上になるとどっちがいいんだろうっていう非常に悩ましいとこではある。毎回ヤナメを温存してます。打つとこねえな。さあスケルトン部隊までこんにちはしたい。いやー、メガナイトか。メガナイトだとマジメガナイトバレルになるんですよ。チャンピオン欲しいな。さあ、とまあ今日も勝っていくんですけど、一応履歴こんな感じでね、前回の、はい、続きでちゃんと負けてないです。さあ、なんでちょっとウルトラ1枚っていうのが今回の課題っすね。本当に結構重要だから、どのウルトラを採用するかですごい変わると思うんですよね。わかんない。そのもう7000とかまで行くと、その間にね、カードをいっぱい集められて、ウルトラ2枚とか3枚目とか入れれる可能性はあると思うんだけど、7000はね、
行く気ではいますけどね、はい、行くまでにレベルがないとやっぱいけないので、さスケルトンが強い。でゴブリンバレルだけでこれまあ1000削ってんだ、あっちー。はい、メガナイト強い。いやマジメガナイトバレルやっぱ強いんだよなマジ前回のリベンジプランあるよな。中身もまあ多少変えて、そしたらまあインドラメガナイトレベル上がんねえな。インドラ何にしよう、なんかあるかな。インドラがでもやっぱ負け策というか、まあ格上に対しての本当に火力お化けなんで、対格上用なんですよ、超強い、便利すぎる。さあでコウモリもつけて、いやこれするだけでいいんですよね。おめっちゃ強いぞこれ、ちょっと待ってよ結局たどり着いてしまったのかな、この最強デッキに負け策。まあ、これにプラスアルファでディガー入れるとかしても、ああディガー入れれねえんだ、入れれば足んねえんだ。もう一枚ぐらい攻めカードをねちょっと入れたい気もするが、正直守れたらねあんま負けないと思うんで、オーケー。さあここをじっくり真剣に考えたいと思います。ただ負け、今ねなんか負けそうになんないっすね、ぶっちゃけ。ユニレベは別になんかそんな相手になんかね化け物が来ないっすね。やっぱあのトロフィーがさもう落ちない制度になったじゃないですか、あのシーズンリセットされない制度。そうなんでみんなやっぱこう着々とね、今まで最多6000だった人も6200、6300みたいな。あー北時刻やばい、これちょっとずつ上がってってんだね。てか26来た、これやばいかな。いやめっちゃ強い。さあホグだけマジ多いんだよな、これは許容して。しかもちょっとうまい香りがしてる26だ。うわ先置き大砲、いやスケのその位普通のプレイヤーは知らない。コウモリが入る、これが格上の力だぜ。おいちょっと怖いね。てかホグマジで多いんだよな、そっから多分ホグしかいないぐらい。7割ホグ、2割枯渇、1割それ以外。ふう、まあこっからがスタートっすね。ちょっとホグ地獄です。さあ宝箱ゲットしたっすね。まあ正直現段階で欲しいウルトラはまあメガネ町に偏ってくれたらそれはそれでなんかもうちゃっちゃ使おうかなってはなるけど、あディガーもだいぶ嬉しいな、結構当たりなんですよねディガー。さあしかもメガナイトのタスクが進むことによって、これ次のタスクで多分メガナイトをもらえるんで、熱っ。ちょっとディガーもレベル10にできるんで、せっかくなら使ってみよう。さあ新作メガナイトバレルディガーです。メガナイトで守って、まあ、バレルで削るんだけど、バレルで削りきれないところをディガーも使ってね、ダメージをカバーしていきます。あれタワレベ8でいいテスラ置きますね。
いやでも2が10が、まあ相手のタワーレベルが低ければ普通に強いね。枯渇？じゃあクロスめんどくさいな。うわやべえ、ちょっと待って、ウッド使ってほしい。うわでかっ、マジで危ねえ、これウッド使ってなかったら終わってたマジで終わってた。うわでけえ、よし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 、ちょっと待ってよ泣いてる。ウォールブレイカー10も俺からしたらきちいな。危ねえ、ちょっとビクビクしてた今。いやなんかあれっすね、タワーレベル低くてうまい勢が多くなってきたか。嫌なトロタイだなおい。まあこうなったらさすがにタルババ使ってこないか。クロスボウか、これディガーとか入れてなかったらクロスちょっと嫌っすよね。諦めたかなぽいっすね。うい、いやクロスに 2.6 分に、よしテンプレゾーン来てる、始まったー、こっからだ。普通にこれしんどいんですよね、テンプレクロス、テンプレホグが。やっぱこのゴブリンバレルデッキってね、そんな相性が良くないんでね。さあなのでちょっと本当に気をつけなきゃ、うっかりおられちゃったがあると終わります。アーチャーレベル10、ヤナムネ飛ばないんで、おお、これネガナイトのドッスンでさすがに同レベルは解ける。さあインドつけとけば強いのがメガナイト。わあネクロ、これヤナアメでアーチャー解けないっていう学びをしたんで打ちません。え1本取ったんですけど、取ったのはいいんだけど、なんか守れそうにねえんだけど。いやなんかうまくね分かんねえんだけども実力の相場が分かんなくなってきた。ウォールブレーカーか、とりあえずちょっとヤナメ大砲ノーマルのレベル上がんないとやばいな。でも上がんないんですよね、カードなくて。ちょっとメガナイト温存でいくか。さあディガーはねちょっと防衛で積極的に使っていこう、守って OK。 うわーこの辺か、本気を出さなきゃいけなくなってくんな、これレベル全部っぱのプランもちょっと見えてくる。まあ、一旦3パチ来たね、これでかいな。あ出た、レベル上げろ、マジか、アリーナのレベルを上げろ、これか、こっちのレベル上げなきゃいけないんで強化しないといけないですね。なんかさあというわけで、まあ使うかもなーぐらいなユニットたちをちょっとレベル上げて、これによってアリーナが上がりましたね。はい、ということは神セールマジで降ってこい、こい。うん、まあまあこれも時間たてば来るでしょう。これ宝箱を引きますか、これでフェニックスとか出てくれたらな、ちょっとまたいいんですけど、ノーマルも欲しいな、マジ大砲やらなあたりが欲しい。あーウォールブレイカーいらないかな。あーめっちゃ嬉しい、さあウルトラ来た、来いフェニックス、フェニックスかメガナイト、あーはー惜しいって。うわーディガー使い方むじいな、ちょっとこう負け作でディガーどうやって使うんだ。正直今ねめっちゃ怖いとこいいんですよね、なんか相手も上手くなってきて、ユニレベもね全体で見ると俺バレルが尖ってるだけなんで、ちょっとやっぱ怖いですよねと言ったところで、まあちょっとまあ試しながら行くしかないか。メガナイトインドディガー、これちょっと強そう、今んとここれが一番しっくりきてる気もする。
D がいるのか説。さあよろしく。タルビ Q。マジもうテンプレゾーンなんで、普通にやばい。あぶねえ。さあ完封してく。いいネクロだ。大砲、これ大砲だけじゃ止まんないのかな。さては、いやー止まる一応。よしよしよし。さあつけ10はタワーワンパンしてますね、ちゃんと。よろしい。うわーやべ。いやもうこれ仕方ないっすね。ああ怖かったよ、本当によ。マジ怖すぎるって。バレルがあるっすね。あとD が強くて頼もしいわ。焼け、マジインドラ強い。いやこれフェニックスよりもインドラの方がいいかもしんないわ。負け策メガナイトフェニックスか。じゃあメガナイトインドラか。結論そうなっちゃうんだろうな。ファイボーとかがねすごい欲しくなっちゃうね。さあ逃げ切りたい。これがでも強いよな。まあウッドとか持ってる相手とか矢波あるとあんま意味ないんですけど。よし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 、まあ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 、いやーちょっと怖くなってくれって。バルーンでしょ。ちょっとやっぱユニレベの暴力がないとさすがに勝てそうにないんで、どうしよう。メガナイトもあげるプランか。これはだいぶそれが濃厚になってきてます。なあ来た、まさかのこのタイミングで来たんですけども、なんだこれ。かける14倍って書いてる、やばくね。いやでもこのレイジポーションか、ユニレベあげれるやつっすよね。てかレイジポーションさ、いくらレベル上がるんだこれ。マックスまでいけんならさ、もうカードのレベル関係ねえじゃん。まあ、タワーレベと一緒になるのか。まあ、タワーレベ 50遠すぎるだろ。まあ、言うて42か。ちょっとあんのかな、タワーレベプラン。まあ、さすがにゴールドも美味しいんで買います。てか、ウォールブレイカー65枚は、ちょっと待ってよ。ガチで話変わっぞ、これ。おい、お前マジで、え？いくらまで行くんだこれ。65枚ゴブリンバレルでくれよ。いやウォールブレイカー10だぞ、これ使うやろ。これまあディガーさ抜いてウォールブレイカーにしちゃえばいいんじゃね。え、ちょっと待って、めっちゃ強そうじゃない。完成した、急に来たわ。ウォールブレイカーガチで熱いぞこれ。レベル10、もうちょっと上げてえな。あ、でも一つこのデッキだとレアカードがないんでちょっともったいないっすね。レアをぶち込まなきゃいけない。大砲やっぱボムか、墓石でもいいね。さあちょっとね、大砲8もボムタワー8も変わんないと思うんで、ちょ結構ときめいてますこのデッキ。はい、一旦これでいってみようかな。これ少しだけねユニレベの物足りなさを感じるんですけども、これ全体的に強くなるとだいぶ可能性見えそう。あー厄介だなマジ。俺こやこやゲーだね。
ボムめっちゃ強いぞ。てかこれ、あーめんどくさいな。ボム残したいけど、一発よくやった。わ、ウォールブレーカーか。ちょっといいな、ニコスっていうのがいいっすね。やっぱあんまデッキのコストを重くしたくないんで。あさあニコスでダメージも稼げる。でバレルもあるんでしょ。いやめっちゃいいじゃん。さあボム置いて、ウォールブレーカー回りそうじゃね。回るんでこのペッカもウォールブレーカーで受けれます。なんならボムタワー残せそう。あー一発流られるのもったいないっすね。みたいなことも可能になってくるわけっすよね。よし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 。いやこれか。ちょっと待って、ゴールプランあるかな、このデッキ。メガナイトインドで守れる、ボムもある。まあ、削りっすね。バレルもオールブレイカーも通らんみたいな相手に勝ちきれるかどうかっていう能力が必要になってくるぐらいかな。まあそれは仕方ねえ部分なんで、いいよあーちゃん。うわこのデッキちょっとあるな。ウォールブレイカー、メガナイトとの相性もいいし、バレルとの相性もちょっと良さそう。バレルウォールブレイカー、あれまさかの微妙だと思ったセール。さて大当たりプランあるんですねこれ。やべ調子乗りいた。ウォールブレーカーした、やめてくれ。おーい頑張ってんね。いやマジこれだな。いやボムしかもバルーンとかにもラバパピーとかにもちょっと強いんですよね。これで対空にもちょっとマシになる。うわ割ってきたかもしんない。これか、本気でこれか。もうこれと決まればこれをに全部するだけなんだけど。あーめっちゃあったけーこれ。さあ11来ましたね。もうほんとこの辺からは一戦一戦集中してやっていくしかない。ちょっと思ったのは、せっかくならあのレイジポーションをうまく活用していきたいんだよね。タワーレベと同じになるってことは、インレベ全く育ってないカードも使おうと思えば使えるんですよ。だから偏らせてもいい、インレベ。もうアーチャーとかに上げまくって、柳雨とかレベル足りないのをポーションで補っていくみたいなプランもありだな。タワーレベが上がるならっすね。上がるならそのプランめっちゃ強い気がする。てかウォールブレイカーこれ届かねえな、やべえな。冷静に意味ねえじゃんってなるよな。さあ今まで大砲でやってたのがボムになるんで、これ1コスちょっと重たい、もったいない感が出てくるな、ボムだと。一旦検証してみる。これどんぐらい一体は届くのかな。まあ、ザップ使ってくれた。さあなんとかなりそう今回はと。いやーボムーあったけー、本当にあったかいなこれ。レベル8だけどさ。はい来たー。さてこのデッキマジで強いかもしんない。アーチャーにヤナメを使わなきゃ相手はちょっとやっぱ突破とかが苦しいよね。でアーチャーにヤナメ使うとゴブリンバレルがぶっ刺さる。
で、ウォールブレイカーにはね、ザップとかやらめ使いやすい、使いたい。いや、めちゃくちゃいいぞ、これ。バレルウォールブレイカー、インドラアーチャーの、呪文4箇所枯渇。で、これウォールブレイカー届く。これでまずコストを使わせて、アーチャーセパとかで回収したかった。このプレイヤーちょっとうまそうだな。スケラとかもあるからな、気ぃつけんといけん。いやー、美味しい。さあ、バレル飛ばして、うわ、これめっちゃいいかもしれん。そう、2コストで攻めて3コストで攻めてみたいな、小さなねコストで攻めれるというか、ちょっかい出されるんですよ。それがいい。あんま大きなコスト使いたくないですからね。こうでもめちゃめちゃめちゃこのちっこいのでプレッシャー与えて、それをまた回収して、あー、それはちょっと難しいな。いや、めっちゃ可愛い今のヤナメ。真ん中オールブレイカーカーセパね、ヤナメでね処理できると思うよね。めっちゃ可愛い今の。よっしゃー、でかい。うわ、マジ来たかもしれない。迷いに迷っていたが、ここに来て。なんかコメント欄でも、なんかウォールブレイカーが65枚手に入りますみたいなあって、いや、どういうことと思ってたんですけど、そういうことね。パスで65枚、よく覚えてるな。うわ、神来たこれ。やけー、あ、これがさ、どこまで通じるのかですけど、まあ一旦これで進めてね、また他のカードとかもレベル上がればいじればいい、そんな感じだよな。3930、これ4000いけっぞ。うわー、ちょっと待てよ、これやばい。あー、待って、ウォールブレイクあれだな、めっちゃ強いんだけど格上に対して無能だこれ。マジで無能だ。これやべえな。12か。届かないよな、あれ。頑張って走ってるけど届かないんだよな。あ、これでもあれか？サービスパターか。サービスパターンあんのかな。まあ、こういうとこにつければ関係ねえか。いっちょ。さあ、もうこのバレルの、あの、格上感がなくなっちゃった。いやー、よかった、これ。これでキング落ちんなよ、マジ。知らんぞ、ほんとに。レベル10か。かわいい。いや、よかった。いや、ガチの化け物だったら、本気で終わってもおかしくない。レベルしてるんで、相手。ターレベね。いや、ちょっとエネレベ寂しく、俺さ、この、これぐらいの格上だから助かってるけどさ、ユニレベも高いぜ、の本物来たらさ、守れるかな？やばいよな、多分。多分だけどやばい。やばいよな。レベル高いの、しかもさ、ゴブリンバレルだからさ、守りで使えねえんだよ。ガチのバケモンが来る前に、一旦どうにかしてレベルを上げなきゃいけないんだけど、そんなに、都合よく一気にレベル上がることってないよな。よし。生きてることが大事。結局ね。負けなければ全て続きます。あ、で、今ちょっと思ったのは、これもうインドラ上げていいっすね。上げない理由がねえわ。はい、ちょっと10にしちゃいます。フェニックス正直入れたかったんですけど、強いんで。けど多分このデッキだとインドの方が間違いなくいいね。さ
さあデッキはねだいぶ仕上がってきましたよ。もうあとはレベル、あとほんとレベルぐらいだな。さあレベル11ね、いいじゃないの。ちょボンボンいっちゃおうぜ。レベル8ヘボいな。メガナイト回ってないのもやばいな。だいぶ過剰か？これやばいかな。大事なカード結構切ってる。いやーボムか大砲かほんと悩むな。うわ、飛んで欲しかった。いやまあ耐えたことが大事。ちょっと待って、怖え。ネレベの余裕がないとこんなに怖いものなのか。さあウォールブレイカーが多分走って一発あれ入れてるっすね。まあまあまあ、いやー俺はいいね。まあこの一発、いやこれはちゃっちゃやいちょうぜ。しかもこのバルキリーが入りそうなのもウォールブレイカーで下げられる。もうこれは入らないか。 OK。 うわーちょっとあんな、ウォールブレイカーバレルたどり着きましたね。問題小さなこのウィザードとかの受けがねだいぶ苦しい。痛いな痛いな。残れ。やっぱネクロウィザードがね多いんですよね。バルキリーまで入れてもいいのかな。硬いやつがいっぱい欲しいな。おえー、ウォールブレイカーも育てたいんだけど、守りも一旦強くしたいな。いやめっちゃいい、マジでいい。デッキがあらかた定まるだけでこんなに気持ちいいものなの。いやしマジ気持ちよすぎる。わあじゃあ5体ね、だいぶいいんじゃないこれ。ホグとかのプランもあったけど、ちょっとこれで一旦これでいこうや。さあ次でオールブレイカーもらえるっすね。さあここ勝てば4000です。絶対負けない。さすがにここで負けたらダメ。初回の負け策はね5000ちょっととかで負けてた気がするので、うわこれ山根でさ解けねえパターマジあるんだよな。よかったー、よかったけどちょっと待って。いや天才ウォールブレイカー、えめっちゃ天才。えめっちゃめっちゃめっちゃ、待てよ、4つ上のガゴムラは解ける、2個上のアーチャーは解けないとかなんかむずいな。いやこれ待ってよ、でも本物のレベル中来たかもしんないよな。ガゴムラ12とかやらなってよかった。これボムでいい気がすんな。言うの高いってレベルおかしいだろ。うわーあんまり矢の飴使いたくないんですね。まあいいだろこれ、これはこれはいいだろ。ガゴムに来てもウォールブレイカーでなんか寄せつつアーチャーでみたいな。アーチャーがいいな。よし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 、マジでやっとたどり着いたかもしんない。嫌がらせセッパーガゴムレ来ない。
4000か、これで。でもそう考えたらあっという間に4000来れたな。寝たな、これは。寝た香りがする。で、行った瞬間にガゴムレで守ってこられて大逆転を。あ、マジ寝てるっすね。よっしゃ、よし、これで4000。まあほんとこっからっすね。こっからでもいつ負けてもおかしくない。正直今まで頑張って頑張って、うわ負けるやんっていうのを乗り越えて、なお5000だったり6000があったので、こっからは本当に気抜かずにね、笑いいりません俺の幕作には。はい笑いゼロで駆け上がることだけをね、目標に頑張っていこうと思います。ではお疲れ様でした。またね。